皆さんこんにちは、契約 DIY です。今日はですね、不要になったハードディスクから取り出したモーターを使って自作の小型研磨機を作っていきたいと思います。今日の動画は以前のこちらの動画の続きになります。もしこちら見てない方は先に見ていただけますと幸いです。ハードディスクを分解して手に入れたこちらの高性能なブラシレス DC モーター、このモーターを使って激安に小型の研磨機を作ります。市販品でも研磨機って売っていますけど、大抵1万円近くするんですよね。それが今回1000円ぐらいで作れたと思います。しかもこちら小型なのでちょっとした研磨に最適なんですね。市販品は少し大きすぎる嫌いがあります。そこで今回は自作の研磨機どうやって作るのか、また使ってきた中で見えてきた課題とは、今回まだ完成とは言い難いんですが、そのあたりまで調査した結果を個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。さて、先ほどもお話しした通り、パソコンで使うハードディスクの中には高性能なブラシレス DC モーターが入っているんですね。こちらがその現物なんですが、前回の動画で分解して取り出すところまでは行っています。またこのモーターはブラシレス DC モーターのため、ラジコン用の ESC を使えば簡単に回転させることができて、自由に回転速度も変更することができるんですね。そしてこちらパソコン用ということもあり、電圧は 12V で OK です。パワーは 20W もあれば十分ですね。こちら将来的にはバッテリー駆動も考えたいんですが、今回はこちらのようないつもの安定化電源でやってみたいと思います。まあ、このような外部電源式の方が汎用性は高いかもしれませんね。そしてこちらの自作の研磨機に取り付けるディスクはこちらのようなディスクグラインダー用のものを使います。なんとここの径 15mm なんですが、ここの径もほぼ 15mm なんですよね。ですので、なんとここほぼほぼぴったりはまってしまうんです。これは正直奇跡に近いですね。これこのことに気がついたらめちゃくちゃ簡単に作れるんじゃないかなと思ったんですけど、そこまで甘くはありませんでした。こちらのような研磨機には絶対はめたいダイヤモンドディスクがあるんですが、こちらはなんと径が 20mm なんですね。まあガバガバになってしまうので、これはどうやって固定しようか迷います。これ中央部にネジ穴がありますので、ここで固定できるようにすれば楽かなと思ったんですが、ここの部分なんと本体に固定されているんです。回転しないんですね。モーターの軸じゃないんです。ここの上の部分に小さなベアリングでも置いて固定する技も考えられなくはないんですが、今回はおとなしくこの周辺に開いているネジ穴を利用しようと思います。こちらディスクに穴を追加工して取り付ける方式ですね。ポン付けできないので汎用性はやや低下しますが、これは仕方がないです。こちらのように 15mm のタイプは比較的簡単だと思います。ただ 15mm のタイプでもこちらのように中心部まで砥石の材質でできていると穴を開けることができないので取り付けできませんね。まあこれはちょっと荒すぎたんで、どちらにしろ必要はなかったかもしれません。マジックを使って穴の位置に印をつけていきます。ちょうどこれがガイドになりますね。これ実は M2 なので、まあ、大体 2.5 ミリぐらいの穴を開けます。
苦戦しつつもなんとか穴あけが終わりました。ここの部分なんと両面テープで留めてあるだけです。取れてしまいますね。ここバリとかがあると非常にまずいので、ここはきれいにしておきます。バリとかをきれいに取りました。良さそうですね。あとはネジ止めしていきます。なおこちらネジは M2 なんですが、最初についていたものでは微妙に長さが足りなかったので、何かから剥ぎ取ったこちらのネジに交換します。もともと全てプラスチック製なので、そんなに芯は合っていないものと思われます。特にこのフェルトの部分なんて凹凸がすごいですよね。まあこの辺りは実際使っているうちにだんだん平らになってくると思われます。ちょっとこのままやってみたいところですが、次にダイヤモンドディスクの取り付け方法を考えたいと思います。これタチの悪いことに 20mm の方はネジ穴に微妙にかかっちゃうんですよね。ここもどうするかかなり悩みましたが、結局この20ミリのネジにかかるところだけをダイヤモンドヤスリで削って広げたいと思います。ここはダイソーのダイヤモンドヤスリで削っていきたいと思います。そんなにベラボーに削る必要はなくて、半円ぐらいまで削れば大丈夫ですね。ここも同じようにネジで留めていきます。削りすぎるとゆるゆるになって芯が狂いやすくなるので、ちょっときついぐらいまで削るのがコツですね。ここからは本当に使えるのか試していきたいと思います。今安定化電源に接続しました。 ESC も接続しました。ちょっと回してみます。なんとプルプル言うだけで自力で回転を開始することができません。こちらセンサーレスタイプの ESC ですので、動き出す瞬間が結構シビアなんですね。今回このディスクの重量がちょっとありすぎて自力で回転を開始できないんだと思います。ちょっと手でアシストしますね。回り始めれば回転制御はバッチリです。いやそれにしてもブレは少ないですね。さすがに音はそこそこ出ます。しかしディスクグラインダーとは比べ物にならないほどブレが少ないです。これは期待できそうですね。ちょっとナットを削ってみます。ちょっともう削ってあるのはご愛嬌ですね。いやダイヤモンドなんですごい削る力が強いです。角なんかは一瞬で落ちますね。さすがにこの面積を一気に削るとかなり減速してしまいます。どちらかというと研磨というよりは切削に近いぐらい削れてしまいますね。私これで刃物を研げないかと思っていたんですが、このダイヤモンドディスクではすぐに刃の形が変わってしまって、これで刃物を研ぐのはちょっと難しいかもしれません。まあ刃物にはちょっとオーバースペックかもしれませんが、ちょっとした金属なんかを削ったりするにはバッチリですね。
ちなみに取り付け部分は全くびくともしていません。まあ半分ぐらい止められていれば十分なんですね。それではここから私が最もやりたかったこと、刃物研ぎを試してみたいと思います。フェルトディスクにまずはこの白棒をつけてナイフを研磨してみたいと思います。これも助走しないと指導できないのは同じですね。ナイフの場合、反対側の面を研ぐにはこちらから当てたいんですが、そのためには回転方向をこちら向きにしたいです。ブラシレス DC モーターの場合、2本の線をテルコにすれば逆回転しますので、簡単に逆回転させられますね。次に青棒でやってみたいと思います。なお白棒青棒というのは研磨剤の細かさですね。青棒の方が細かいです。結構ピカピカになりましたね。切れ味はとんでもないレベルになりました。ダイヤモンドディスクからちょっと動画ではご紹介しませんでしたが、ナイロンディスク、白棒のフェルトディスク、青棒のフェルトディスク、とりあえず粒度に合わせてこれだけ選べるようにしました。パワーがほどほどなので刃物を研ぐ際にもブレが少なくてやりやすいですし、刃先が加熱しすぎないので刃がなまりにくいのもかなりいいと思いますね。しかし今回ここまで作ってみて見えてきた課題もとても多いので順にご紹介していきたいと思います。まず1つ目がこれ、ディスクの取り替えがかなり面倒なことですね。まあ私ビス止めにしちゃったので、ビスを4箇所止めないと交換できないのはちょっと面倒くさいです。まあしっかりと固定しないと回転中にぶっ飛んでいってしまうとかなり危ないので、ある程度強固に固定するのは仕方がないんですけどね。そしてもう一つはトルク不足ですね。これ 12V にして全開にすればまあ問題はないレベルなんですけど、今度は土台が結構暴れ出すんですよね。しっかりと押さえていないと作業ができないので、片手でどうしてもやらなくちゃいけないのはちょっと不利です。全開で両手でしっかり作業したいときは土台をどこかに固定しないとダメですね。せっかくここまで小型なのにどこかに固定しないといけないのはちょっと面倒くさいような気がしますね。それかパワーを弱めればいいんですが、先ほどのように今度はトルクがなくなってしまいます。そしておそらく最大の課題は粉塵ですよね。削ったカスが飛び散ってしまうことです。今回回転方向を変えることで粉塵が常に奥に飛ぶようにしましたので、作業中はほとんど気にならないんですけど、作業が終わって周りを見てみると、まあ特に奥の方が粉塵だらけになってしまいます。屋内で作業ができないというほどではないですけど、作業後の掃除は必須ですね。ここみたいに奥に壁がないと少し厳しいかもしれません。そして回転方向を切り替えるなら、この切り替えスイッチかなんかでワンタッチで切り替えできるようにもしたいですね。あとは特に粒子の粗いものを削るときに要注意なんですが、ここのモーターの中に粉塵が入ることが一番怖いです。
一応 WD40 みたいな浸透潤滑剤である程度クリーニングはできそうなんですが、粉塵が入るとジャリジャリ言い出しますので、もしそうなったらすぐにメンテナンスした方がいいと思います。せっかくここまでガタが少ないモーターですから、摩耗してガタができてしまったらもったいないですからね。いかがだったでしょうか。今日は不要になったハードディスクから取り出したブラシレス DC モーターを使って小型の研磨機を DIY してみました。まだ課題もかなりありますし、完成したとは言い難いんですが、一応かなり使えそうなことが判明しました。ちょっとした金属の磨き作業とかにはもってこいですね。まあ私はおそらく刃物を研ぐのをメインに使うと思います。あと今回はちょっとご紹介できませんでしたけど、欠けたニッパーの修正にもバッチリでした。ダイヤモンドディスクをつければモリモリ削れますね。もし皆さんもこういったことに使えるんじゃないかとか、ここをもうちょっとこうしたらいいんじゃないかとか、そういったアイデアがあったらぜひコメントで教えてください。さて今日の動画がもし参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回、さようなら。